はい、こんにちは。今回ご紹介しますのはこちらですね。ディズニーモーターズのハイハットクラシックドリーですね。ドリーでございますね。の、ものでして、まあ、このディズニーのね、車もね、結構いろいろと最近出されててね、まあ、面白いものがね、たくさん出ておりますね。で、ドリー、になります。まあ、これもこれでね、こういうすっとぼけた車は面白いんですけども、まあ、なかなかいい車ですね。1920年代あたりの車をモデルにしてるのではないかなというふうに思います。まあ、ドリーのね、1930年代ぐらいから40年代ぐらいのあたりの車をモデルにしていると思いますね。で、昔はこういうタイプがあったんですね。で、ここに人が乗って、ここに、まあ、ホロになってて、これをかぶさるともう一人乗れることが、もう二人ぐらいか、乗ることができるっていうのがあってね。で、こういうふうにオープンカーにできたり、まあ、屋根をかぶせることもまあできたということですね。で、まあ、その車の特徴を捉えて、まあ、こういうふうにドリー仕様にしたという感じで、なかなかこういうのがいいですよね。こういうの作るのは、ディズニーとか得意なんですよね。で、まあ、こういうやつは、まあ、なかなかね、こう出てくることもまあ少ないということで、結構ね、面白みがあっていいなっていうふうに、思う車のね、まあ、時代ではあるかなっていうふうに、思います。まあ、なかなかね、なかなかの発言で申し訳ないんですけども、まあ、こういった車っていうのは、まあ、こういう特色的なところがあって、まあ、それが、これらの車の良さの、面白い車の良さの部分かなっていうところがありますけどね。まあ、比較的、こういう青いところデザインとかね、鮮やかなブルーの色合いとか、まあそういったところがね、いいなっていうふうに、思いますね。で、まあその他にもね、こういう車輪の部分とか、まあこういったところが気に入ってるところかなっていうふうに思います。私もこういうディズニーのね、こういう型取ったやつとかね、好きなので、まあ持ってるとね、まあ面白みというかね、奥深さっていうのを感じて、なかなか特徴があってね、面白いなっていうところではありますね。というわけで、どうもありがとうございました。